今日の陰郷おやつはビールですね。このねカスケーニャっていうペルーのビールですかね、スペインかな、ペルーですね、ペルーのビールになります。これねスペイン語で、現地はまあスペイン語を使ってるんですけども、昔はケチア語っていうね民族語を使ってたんですけども、まあ征服されちゃったからスペイン語になりまして、カスケーニャというのはね、これ女性って意味です。でここにはねマチュピチュの絵が写ってますね。王冠も珍しいですね。マチュピチュの天空都市のマチュピチュですね。黄金都市があると言われてたあのマチュピチュですけども、このカスケーニャ、まあ、クスコの、娘って意味なんですけどもね、女性って意味のビールでございます。確かね黒ビールだったと思うんですけどもね。さあ果たしてどうでしょうか。こうやって昔ながらの開け方、黒ビールだったと思うんですけどもどうでしょうか。黒くないですね、ゴールドですね。はいはい、カスケーニャいただいてみようかと思います。いただきます。まあこの泡は少なめなんですよね、やっぱりね、ペルーのビールっていうのは。突き上げる酸味、あ、しっかりとしたビールの味がしますね。これはねマグナムドライのもうちょっときついバージョンというか鋭いバージョンって感じがします。あ、大変美味しい。まあ女性になんかいいんじゃないですか。これはきついと言ってもね、これ女性好みのきつさだと思いますよ。荒々しくない繊細なビールの泡がね、あと水気がすごくスムーズでございます。ちょっと次出してもう一杯いただきます。うん、むちゃくちゃうまい。というところでね、タレ漬けの焼肉、そしてトンテキ、豚と牛でいただきつつ、うん、ビールも進みます。現在朝6時20分早朝ビールでございます。この朝っぱらからビール飲むってどうですかね。肉もすごく合いますね。でもね、ペルーはどちらかというと魚料理が美味しいと思います。今度現地にも行ってみたいんですけども、現地でもねこのカスケーニャビールきっとバカウケだと思います。カスケーニャ美味しい。これ確かね、これ 330ml だったかな、200円弱で買えますんで、まあ、ちょっと高めのビールですけども、外国気分を味わいたいとき、ペルー気分を味わいたいとき、どうぞ。この黄金が待ってます。黄金都市マシュピチュ、髪めちゃくちゃですね。あと風呂入ります。乾杯。